このは、現在の埼玉県沙って市、大浅日赤宿及び、千葉県野田市関宿井戸町に所在した、推理施設である。この棒出しはかつて、江戸川の流通部に設けられていた、推理施設である。今日の沙って市川を、西棒出し、野田市川を、東棒出しと称していた。機能としては、丸太を数千本打ち込むことにより川幅を狭め、 江戸川への水流を調整する役割を持っていた。天保年間に建造がなされ、それにより江戸川沿いの水害は減少したが、その分と根川沿いに水害が発生するようになった。この後1875年及び1884年に玉石積みに組み替えられるも、大水により崩壊したため1885年に角石積みとなった。 1898年にはセメントを利用した角石張りに改良された。1910年に発生した大水害を受け火線回収が行われ、これに伴い江戸川の流頭部が北へと移り、またゴンゲン川は締め切られた。1927年に行われた新たな流頭部への石や土水耕門の設置に合わせて、1929年に棒出しは撤去された。 棒出しの設置年については、諸説あり、上記の天保期のほかに1822年とがあるが、1783年の文書に棒出しの記述が見られることから、1783年には建造されていた可能性がある。棒出しの上には、石屋の石書が設置されており、石屋藩により管理されていた。 棒出しに利用されていた石材は、栃木県の岩泉山で採掘されたものが水運で、渡らせ川を流下し、運ばれたものと見られている。この岩は、岩船石と称され、火星岩のため加工しやすく耐候性が高いという特徴がある。棒出しから撤去された角石は現在、中野島公園や千葉県立石屋土城博物館に展示されており、 旧関谷小学校の石垣や茨城県佐島郡、五課町の全省寺小不動石垣にも利用されている。ありがとうございます。